どうも、みたいです。パーソナリティーやっていきたいと思います。はい、本日は、ガチャ券を少し回していこうかなと思っております。で、今日回していくガチャ券は、SR イベキャラ 30% のガチャ券を50枚回していこうかなと思っております。今、どうしてもね、ロナウジーニョが出てて、これが欲しいなと。でも、さすがに週休祭引くほどではないのかなと思って、今回はチケット対応していこうかなと思っております。チケットね、いろいろ溜まってきて何引こうかなと思って、まあこの辺引いてもいいんですけども、やっぱりこの辺はね、 SR はまあ100連できるようになってから、そして PSR はね、何か記念するときに、引いていきたいかなと思いまして、今日は、そこそこ溜まってる SR30% こちらを50連していこうかなと思っております。で、狙い的にはロナウジーニョで、クライファート、まあ、クライファーというよりかは全然ロナウジーニョの方がいいんですけども、それが出てくれるとありがたいです。はい。では、とりあえず引いていきましょう。ロナウジーニョはね、MFI で結構使えますので、ぜひぜひ引いて。そして何枚出るかなんですよ。3枚以上は出てください。1回3枚以上出て、合計15枚出たら勝ちです。はい、3枚出ましたね。OK です。ロナウジーニョは、暗転です。暗転しなければロナウジーニョじゃないです。まあそんなもんですよね。お、コウチーニョが出た。コウチーニョが出ましたね。まあ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 、それは悪くはないんではないか。一応限定キャラだからね。はい、続きまして20連目いきます。コウチーニョな、今更出るか。結構ね、バルサコラボの時にコウチーニョ出すのに苦労した覚えがあるんですよね。今じゃなくて、もうちょっと前に出といてほしいと思うんですね。で、何枚 ?3 枚以上。3枚以上来てください。あれ?あれ?ベタ仕様だな、これ。厳しいな。あ、でも、欲しい PR は出てくれた。カノー君が出ました。あ、クライファート出ましたね。クライファート、こんな感じとなってます。うん。あー、来ないか。違うんだよな。そして、カノー君、ワンチャンこれ PSR に食わせて。50狙えるな。てか、カノー君出るんだね、チケットでね。うん、ありがたいです。では、残り30連、ちゃちゃっといってきまーす。さあさあさあ、ここで5枚出てくれれば戻せる。確率通りに戻せます。てか、まあ、50連して、まあ、ロナウジーニョが出たらその時点で勝ちです。何枚出ても関係ない。ロナウジーニョが出たら勝ちです。そして2枚。やばいな、まだ SR6 枚しか出てないぞ。ラキティッチ、ラキティッチを、お、お、出たじゃん。うん、ヒルベルト出ましたね。ヒルベルトはね、今39レベルなんで、まあこれで41レベルにはなるかなっていう感じになります。はい、いや、ちょっと確率的には悪いですよ。今30連して6枚ですので、何パーセントだ、 20% 20% しか出てません。ここで6枚引き見せれば戻ります。さあ、6枚引き、まあ、ベタにはありえない6枚引きいきましょう。さあ、来いよ。まあさすがにこれは抜けてくれると思うんだ。抜けない確率なんでほぼほぼないからね。はい、では6枚、1、2、3、4、5。おお、お、出ましたね、出ましたね。次4枚引けば確率通りになります。さあ、まあ暗転が大事だからね。暗転、暗転、暗転、はい、残念ながらこんな感じです。まあサブアカに欲しいキャラが何体か出たかなって感じですね。メインアカウントではいりません。はい、では最後10連いきたいと思います。これで、何枚だ、4枚引ければ確率通り、4枚出れば期待値通りになりますので、4枚出てほしいな。4枚ね。まあ、来い。抜けてね。最後抜けないっていうお笑いはいらないから。はい。何枚 ?1、2、あ。合計13枚ですね。13枚でので、ですので 26%。ああ、まあまあまあ。まあ、ベタのガチャ付けならそんなもんでしょう。おお、そして、クライファーとよう出るなぁ。ミランダが欲しいんだけど。あ、でも、大鳥くんはありがたい。大鳥はね、解放全然進んでないんですよ。
ありがたいですね。じゃあちょっと解放進めていきますね。解放進めていきます。まずは、では、50チャレンジいきまーす。50チャレンジ。いきましょう！カノ君！残念。まあまあ、これは分かってた。そして、アスカも確か来てたよね。まあ、この辺はね、SR 出ないんで、PR バンバン壊していきたいと思います。正直、ボックスに直接入るね、ガチャ券はね、邪魔でしかないんで、とりあえずメインアカウントはバンバン PR は壊していきます。はい、柴田、50チャレンジ。うん、残念だね。で、何だっけ、あと何かあったよな。K 君がもう少しあるな。で、ポウチーニョ引いたけど、ポウチーニョはもうとりあえずいらないとして、何か引いてたぞ。あれ、なんだっけ、ミランダと、あれ、クライファーと違う。これだ。オードリーだ。オードリーは、どうしよう、これ、SR。まあ、いいか。全部壊せまーす。2回放してください。はい、1回放。まあまあまあ、あと2回放で45ですね。あとは、なんか引いたっけ。なんか、あ、K 君がもう少しなんだな。 K 君混ぜよう。 K 君とこれかヒルベルト。 K 君とヒルベルトを混ぜていきましょう。で、 K 君とヒルベルト、はい、では2回放してください。1、残念。では最後 K 君かな。K 君混ぜていきまーす。1回放してください。50になるかな。はい、残念でした。ってことで、あとはミキサーをやっていきましょう。まずは PR ミキサー。別にいらないものはバンバン PR ミキサーしていきます。ワンチャンね、 PR でも SR、出てきますので出てほしいです。まあ、2枚ぐらいね、足らなかったんで。SR は2枚ぐらい足らなかったんで、ここで足してくれてもいいんだよ。お、はい、まあそんなもんですね。お、ナンバラはありがたい。ナンバラ35のままなんですよね。なのでナンバラを解放に使わせていただきますと。もういや、結果 PR は結果だけ見ます。まあ SR なんか出るわけないんでって言いながらフラグを回収していきたいんですけどね。はい、うん、ジョルジュいらないな。ハヤテはちょっと置いときたいんですよね。懐かしいね、イノクマ。イノクマが懐かしい。お、50チャレンジ。50チャレンジいきますね。50チャレンジで、あとは、まあ、アスカも正直いらないんだけどね。もう45になったし、アスカじゃあミキサーしていこっか。多分一生残ると思うんで、アスカは。あ、でもアスカの前にこっちだな。ユールちゃんは全て50です。なのでいりません。なんか過去のものでいらないものってあるかな。うん、そんなないんだな。じゃあラキティッチ50だからいらない。ハヤテはまだ来るから、ヤベビッチとこれかな。はい、ミキサーはラストです。PR のミキサーはラストです。はい、いらない。じゃあ SR のミキサーいきましょう。まあ、とりあえずこの辺はチケットから出たキャラはいりません。あ、炎上はいります。炎上はいるんだ。PSR44 で待機してますので、ちょっと PR を壊して、うん、50を目指していきたいと思います。で、これは、何が出るかなって感じですけども、安定。テオはいらない。テオはいらない。で、どうしようかな。静森もいっか。さ
最後種まき食わせていこう。これで終わりです。 SR ミキサーはこれで終わりです。なので最後ロナウジーニョ、ロナウジーニョが来てほしい。はい、相原、相原はいいだな。じゃあ最後ちょっと解放して終わりましょうか。南原と、南原と、南原と、あれ南原どこ行った、どこ行った、南原あった。はい、食わせていきまーす。ダメだね。じゃあ最後これで終わらせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビタでした。さよならー。